タンストールは、ケイティ・タンストールの名で知られる、スコットランドのシンガーソングライター、セント・アンドルーズ出身。物理学者の父親と教師の母親に育てられるが、養子であり、実の父親はアイルランド人、母親はスコットランド人と中国人のハーフであった。4歳よりピアノを弾き始め、後に他の楽器の演奏についても学んだ。高校時代には、コネチカット州、 ケントのケントスクールに留学していたこともある。1996年にロイヤルホロウェイで学士を取得し、2011年には名誉学位を取得した。2004年にデビューアルバム、アイトゥザテレスコープを発売。同作の収録曲、サドンリー、IC ・アイシーは映画、プラダを着た、悪魔やドラマ、アグリーベティの主題歌に起用された。楽曲、 ブラックホースザ・チェリーツリーが2007年のグラミー賞にノミネートされたほか、通算3つのブリッドアワードを受賞し、2度グラミー賞にノミネートされた。一人で演奏し、一人で歌うという独特なスタイルが特徴。演奏形態としては、ギターのクラッキングの音やタンバリンの音を演奏前に録音し、リズムを取る。赤いのループペガルを使用。 日本のアーティストにも楽曲提供経験がある。2006年にはユキにバースデー夢見ていたい。2007年には2000円にバービーをそれぞれ楽曲提供をしている。2008年9月6日にスカイ島にてバックバンドのドラマールーク・バレンと結婚し、2013年に離婚した。ありがとうございます。